Thank you, President Monson. We love モンソン大官庁ありがとうございます。モンソン大官庁を愛し支持しています。愛する兄弟姉妹の皆さん、今日私は霊的に生き抜く上で鍵となる原則についてお話したいと思います。これは周囲で起こる悲劇や不誠実な事柄が増すにつれてさらに重要となる原則です。この末日にあって予言が成就するのを目にし、誰しも驚くには及びません。イザヤ、パウロ、ニーファイ、モルモンなど多くの預言者たちが危険に満ちた時代の訪れを予見しました。戦地が混乱し、人々が自分を愛する者、無情な者、神よりも快楽を愛する者となり、多くの者がサタンの技を支えるサタンの手下となる時代を彼らは見たのです。実に皆さんも私も闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対して戦っているのです。国家間の争いが激化し、卑劣なテロリストが罪なき人々を餌食にし、ビジネスから政府に至るまであらゆる腐敗がはびこる時代にあって、私たちに助けをもたらすものとは何でしょうか。個人的に受ける試練やこの末日を生きる過酷さに立ち向かう上で、ここに助けを与えてくれるものは何でしょうか。リーハイは霊的に生き抜くための原則について教えました。まずリーハイが置かれていた状況を見てみましょう。彼はエルサレムで真理を説いたために迫害され、財産を残し家族と共に荒野へ逃げるようにと主から命じられました。天幕に住み、行き先も分からぬまま手に入るわずかな食料で命をつなぐ中、二人の息子レーマンとレメルが主の教えに背き、弟のニーファイやサムを攻撃するのを目にしました。明らかにニーファイは反対のもの、すなわち不安、心痛や苦痛、落胆や悲しみを知っていました。それでもリーハイは大惜しくためらうことなく、主が掲示された人が存在するのは喜びを得るためであるという原則を告げ知らせたのです。想像してみてください。リーハイは知り得たあらゆる言葉の中から、この現世における私たちの人生の性質と目的を表すのにあえて喜びという言葉を選んだのです。人生はあらゆる回り道や行き止まり、試練や苦難に満ちています。誰しも悲嘆や苦悩、絶望に飲み込まれそうになった経験があるでしょう。それでも喜びを得るために存在していると言えるのでしょうか。そうです、確かにそう言えるのです。でもどうしたらそれが可能になるのでしょう。天の御父が私たちのために備えておられる喜びを得るには何をしなければならないのでしょうか。第2代中央婦女協会会長のエライザ・アール・スノーは胸躍る答えを与えてくれています。1838年ミズーリ州にて厳しい冬の到来とともに発令された悪名高い撲滅令のために、彼女を含む生徒たちはその冬ミズーリ州を追われました。ある晩、エライザの家族は家を追われた生徒たちが使っていた小さな丸太小屋で一晩を過ごしました。丸太の隙間を埋めるのに用いた材料は先発隊によって剥がされ、焚き木として燃やされてしまったため、猫が出入りできるほどの隙間があちこちにありました。寒さは厳しく、食べ物は固く凍りついていました。その晩、たった 6.1 メートル四方の小さな丸太小屋におよそ80人が肩を寄せ合いました。ほとんどの人が体を温めようと一晩中座ったり立ったりしていました。外では何人かの男たちが燃え盛る炎を囲み、賛美歌を歌ったり、凍ったジャガイモを炙ったりしながら夜を明かしていました。エライザはこう記録しています。文句は一言も聞かれませんでした。皆が陽気でした。知らない人からすれば、州から追放された一団ではなく楽しげな旅行者たちのように見えたことでしょう。疲れ果て芯まで凍えるようなその夜についてのエライザの記録は驚くほど楽観的です。
エライザは断言しています。とても楽しい夜でした。生徒こそ、あらゆる状況で幸せでいられる人々なのです。まさにその通りです。生徒とはあらゆる状況において幸せでいられる人々なのです。ひどい一日や一週間、散々な一年を過ごしながらも、私たちは喜びを感じられます。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心をイエス・キリストと主の福音に向けるなら、人生で何を起こっても、起こらなくても、モンソン大官庁は先ほど教えてくださったように、喜びを感じることができます。喜びは主から始まり、もたらされるものです。主は、すべての喜びの源であられます。クリスマスの時期、諸人こぞりて迎え祭れと歌うとき、喜びを感じます。私たちはその喜びを一年中感じることができるのです。末日生徒にとって、イエス・キリストは喜びです。だからこそ宣教師は家族を離れて、福音を述べ伝えに行くのです。彼らの目標は会員の数を増やすことではありません。宣教師が教え、バプテスマを施すのは、世の人々に喜びをもたらすためなのです。人知では到底計り知ることのできない平安をもたらしてくださるのと同様に、救い主は人の理論や理解が及ばないほど強く、深く、満ち足りた喜びも与えてくださいます。例えば、子供が不治の病にかかった時や、失業した時、伴侶に裏切られた時に喜びを感じるのは不可能なことのように思えます。しかし、それこそが、救い主の用意してくださっている喜びなのです。主の喜びは絶えず、私たちの逆境と苦難は束の間に過ぎず、性別されて私たちの益となることを確信させてくれるのです。では、どうしたらその喜びを得られるのでしょうか。まず、あらゆる思いの中で信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見ることから始められます。祈りの中で常に感謝を表し、主と天の恩父と交わした契約を守ることができます。私たちが救い主をより身近に感じるにつれ、また主の喜びが与えられるよう切に願いを求める中で、私たちが感じる喜びは増すことでしょう。喜びには力があります。喜びに目を向けるなら、生活に神の力を取り入れることができます。すべてにおいてイエス・キリストは最大の模範であり、自分の前に置かれている喜びのゆえに、十字架を忍ばれました。そのことを考えてみてください。この地上で最も耐え難い苦しみに耐えるために、救い主は喜びに目を向けられたのです。では、主の前に置かれた喜びとは何だったのでしょう。私たちを清め、癒し、強める喜び。悔い改めようとするすべての人の罪の代価を払う喜び。私や皆さんが清くふさわしくされ、天の家に帰り、天の両親や家族と共に住むことを可能にする喜びが含まれていたはずです。自分自身や愛する人々にこれから与えられる喜びに目を向けるなら、今は圧倒され、辛く恐ろしく、不公平で、全く不可能に思える、どのような事柄に耐えることができるでしょうか。霊的に不安定な状況にあったある父親は、いつか清められて、主から正しいとされ、罪や恥から解放され、心の平安を手にするという喜びに目を向けることにしました。そして彼は、ポルノグラフィーとその後に起こった不貞の問題を、妻とビショップに告白する勇気を得ました。彼は今、ビショップから勧告されることをすべて行い、妻の信頼を取り戻すために、努力しています。ある若い女性は、性的に清くある喜びに目を向けることによって、刺激的で人気があっても、霊的には危険な状況から離れ、そのことで友人からあざけられても、耐え忍ぶことができたのです。
以前はよく妻の品位を貶め、子供たちに怒りをぶつけていたある男性は、聖霊を常に伴侶とするにふさわしくあるという喜びに目を向けました。すると以前は頻繁に屈していた生まれながらの人を捨て去り、必要な変化を遂げることができたのです。最近愛する同僚の一人が過去に経験した辛い試練について話してくれました。彼はこう言っています。私は喜びを持って耐えることを学びました。私の苦しみはキリストの喜びに飲み込まれてしまったのです。皆さんや私は自分の前に置かれている喜びに目を向けることで何を耐えることができるでしょうか。どのような悔い改めが可能になるでしょうか。どのような弱さを強さに変えられるでしょう。主のどのような訓練が祝福となるでしょう。どのような落胆や悲劇が私たちの益となるでしょう。困難に思えるどのような奉仕を主に捧げられるようになるでしょうか。熱意を込めて主に目を向け、また喜びに目を向けるという主の規範になろうとするとき、私たちは喜びを妨げる事柄を避ける必要があります。反キリストのコリホルを覚えているでしょうか。方々をめぐり救い主に関する偽りを言いふらしていたコリホルは、ついにある大祭司の前に連れてこられ、こう尋ねられました。なぜあなたは方々を歩き回って主の道を曲げようとしているのか。なぜキリストは現れるはずがないとこのために教えて彼らの喜びを妨げるのか。キリストや主の教義に反するものはすべて私たちの喜びを妨げます。それにはインターネットやブログ上で実に多く見られる人の哲学も含まれており、コリホルと全く同じ影響を与えています。世に目を向け、この世の幸福への公式に従っても決して喜びを知ることはできません。不義な人々は多くの感情や感覚を味わうでしょうが、喜びを経験することは決してないのです。喜びは忠実なものに与えられる賜物です。それはイエス・キリストが教えられた通り、意識的に義にかなった生活を送ろうとすることで得られる賜物なのです。主は喜びを得る方法を教えてくださいました。天の御父を神とすることを選び、主の贖いが自分の生活に及んでいることを感じられるとき、私たちは喜びで満たされます。伴侶をいたわり、子供たちを導くたびに、誰かを許し、誰かに許しを求めるたびに、喜びを感じることができます。皆さんと私が日の境の律法に従って生きることを選ぶたびに、制約を守り、人々も制約を守ることができるよう助けるたびに、喜びは私たちのものとなるのです。詩編の言葉を心に留めてください。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。主の前には満ちあふれる喜びがある。この原則が私たちの心に深く刻まれるなら、毎日が喜びと楽しみの日となるのです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。